行くか、うん、もう行くしかないんだけど、特に何もないから、アイテム購入とかないし。自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。え、ここにいてくれや。自分たちの力を試すがいいって、マジで弱ってるはずなんだけどな。大丈夫なのかこれ。ここに来て初めてじゃないか。読み込み2回目ぐらいか。PS5 だからあんまり読み込みないと思うんだけど。洞窟だな、本当に。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。これ、オートってないのかな？なんかなさそうだな。ワフルドが語る伝説の中に、一夜にして現れたというものがあるの。あ、オートなさそうだな、これ。自分で押さなきゃダメなやつか。でもそれじゃあ、遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのように、ノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと、まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アデューのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。それが気になるよな。今のレベルで通用すんのか。なんかあんの？そういや、見聞色ってあるけど、あれ？見聞色の説明消えた？見聞色も、あ、そっか、蓄積した経験が奪われてるから見聞色の使い方も分かんなくなってんのか。じゃあ今のルフィたち覇気使えないってこと？これちょっと調べらんね。これは海王類を模したものね。あー、よく見るタイプの海王類だな。これ作った人たちは海を、崇拝してたのかしら。セーブポイント、結構頻繁にセーブしてるけど、オートセーブ対応って言われてたよな。これ勝手に登ってくれるんだっけ。やった、宝箱あるぞ。ちょっと見て、あれ宝箱じゃない。ミミック系出てきそうだな。大丈夫かこの感じ。何もな洞窟にわざとらしい宝箱なんてできすぎた話。開けてないもん。なんか今ガチャって言わなかったか。なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。ああ、そういうのあんのか。アクセサリーは装備するとステータスが強化される。強化されるステータスはアクセサリーごとに異なる。装備方法はメニューを開いて装備を選択し、任意のアクセサリーを選んだ後、罰で装備する。戦いを有利に進めるためにできるだけ装備しよう。アクセサリーはキャラポートの枠の中にはめて装備する。はみ出さなければいくつでもアクセサリーを装備できる。もし組み合わせに悩んだ際はお任せで装備。パズルみたいな感じってことか。この赤枠の中にだったら埋めれるってことかな。でかっ、これ。守備40アップ、48アップ。回避アップ、TP 減少。これルフィにつけとこうかな。てか、ルフィを基本多分使うと思うから、ルフィ強化でいいんじゃないかな。守備はまあ、いっか。あ、誰かにつけてもよかったかもな。これ、こうやったら、あ、場所変えれんのか。ん？どっからつけんだ？違う。この辺、ここか。ゾロにつけさすとこ。絶対いらんけどな。ステータス見て弱い人につけるのが多分良かったんだろうけど。あれ、後でやろう。そういうのじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。
そういや経験奪われてんのに、あの壁登れるんだな。元がどんな風だったのかわからないが、ずいぶん肌に壊れてんな。この匂い、下の海は海水みたいだ。あんた立ち落ちダメよ、特にルフィ。心配すんなって。この橋、まさか崩れたりしねえよな。ハブハーブ。走って渡れ。崩れねえじゃねえか。崩れるのかと思ったのに。あ、崩れたわ。もう後戻りできなくなったんだけど。うわ、橋が壊れた。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。なんでまた喧嘩してんだ。いつもの場合だ、いつものことだけどさ。今は道を探すのが先でしょ。まったく。もうキューブに触る感じになるのかな、これ。なになになに、でけえリス、キモ。顔キモ。なんだ、でっけえタヌキだな。タヌキじゃねえだろ。タヌキは後ろにいるだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。これはまあイベント戦闘の一種か。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。アディオにはめられたか。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。まあそうだな、いけんのかな。遠距離タイプユーリがいないね。パワーユーリ、ナミを誰かと変えるか。じゃあ遠距離がダメっぽいから、ナミと、あ、違う、ナミとロビン入れ替えて、場所が本当に悪いな。サンジでロビンの方に加勢しに行くのがよしか。あれ、俺今違うの殴った。攻撃が早いやつ殴ったつもりだったんだけど。おい、これ倍速基本かけててもいいな、これ。まあでもなんだろう、ボスみたいなやつだったらやっぱ倍速取って戦おうか。マジで遠くの敵倒したかったな。はい、これで OK。 切り替えのありそうな相手だ。ワンパンぶっ飛ばし、そういうのもあんだ。攻撃した時に確率でぶっ飛ばしが発生し、同じエリアの敵にダメージを与える、クリティカルみたいなもん。クリティカルとはちょっと違うか。追加効果か。小さな敵や自分より低いレベルの敵はぶっ飛ばしやすい。なるほど。ほい、必殺技がなくなったからちょっと爽快感減ったな。しょうがないけど。うん、強えな。絶対あの装備ゾロじゃなかったな、つける相手。そこでおとなしく寝ててちょうだい。技のキレが戻ってきたか。私の成長は止まらないわ。クソジジイのケリに近づいたか。俺の体はさらなる強化を必要な力なら。モーガンさん、シマキロです。タシギだな。あの島なの。ここ止めろ。スモーカーとタシギだな。なんでだよ、上陸しろ。これなんでアディオ持ってんだ。普通の電電虫だよな。黙っ
って闘病に監視を。設定上クロデンデムシじゃないと盗聴できないんじゃなかったっけ。できんのかな普通のでも。今の黒じゃなかったよな。普通のデンデムシだったけど。沈むのはありゃ柱か。溝の中じゃなければもっとよく調べられるのに。惜しいわね。ちょっと装備変えるか。絶対あの装備ゾロにつけるべきじゃねえな、これ。ステータス見てちょっと変えるわ。オッケー。ウソップにつけ直した。ウソップが多分今、一味で一番ディフェンス弱いわ。これって飛んでいったキューブじゃない。どうすりゃいいんだ。普通に触ってんだな。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。うん。お。あ、なんだ。ロケット、見聞色、ピストルにバズーカ。何その丸は。失った力を取り戻した。なんか、コレクトアイテムじゃないけど、そういう風な、集めていくことで解放される、ものなのか。これスキップでいいな。急に体が軽くなったな。不思議ね。ちょっと情報もらったんだ。能力の使い方も思い出した。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。これで移動がちょっと変わったのか。ん？光る岩や壁を破壊できる。破壊すると新たな道が開けたり、隠れた宝物を発見できるかもしれない。歴史的なやつだけどぶっ壊すんだな。あ、覇気が使える。見聞色を使用できる。使用するとフィールド上で経験値を多くもらえる。 EXP、経験値エネミーを特定したり、隠れたアイテムを発見できる。一定の範囲にしか効果が発揮されないためこのように使おう。キューブのかけらは失った経験のかけら。使用方法はメニュー内の仲間画面から三角でスキルアップ画面を開き、空いているスキルの枠にバツでかけらをはめることができる。あ、さっきのあの丸の部分ってことかな。強化できると。かけらはいつでも取り付けが可能。メニュー見てみるか。入り口へ戻れ。スキルがどうのって。装備、マップ、アイテム、エピソード、違う。ここであんのか？スキルアップ。なんだっけ？三角がどうのって言ってたっけ？持ってないのか？キューブのかけらの所持数が0分の0だからか。ああ、こういうのもあんだ。ロケット、見聞色、打撃。フィールドで使う技もあるってことね。なるほど。こういう感じか。あ、ん？キューブ見っけ。ルフィのかけら。じゃあ、いきなりさっきの強化ができんのか。あ、違う違う違う。操作が若干、おぼつかね。ピストルかガトリングに強化を振れる。一個ずつ振っとこうかな。で、ピストル多めに振る？どっちがいいんだかな。ピストル単体で190あるから、こっちをちょっと上げとこうかな。いつでも付け替えできるって言ってたしもな。入り口に戻れって言ってたけど。見聞色。あ、あれ EX だ。EXP だ。とりゃ。さて、行きましょう。全員レベル上がったんだけど。経験値うまかったな、今の。ん？ん？今なんかイベントポイントになってなかった、ここ。そういう風なこともできるんだ。これあれ戻んのかも。あ、いるじゃん。おい、経験値くれや。
あ、波のかけら。待って、他のやつ誰かスキル取った？波だけか、今。一個だけか。まあ、振っとくか。あ。しまった。順調にレベル上がっていくわ。バッチか。うん。ここから見た限りだと、この場所はかなり大きな建物の一部みたいね。ひえー、これで一部ってすげえな。アクセサリーも頻繁に手に入るな。根性、HP、ステータス見て確認して、誰に振るかだな。オッケー、いろいろ振ってきたわ。あっちは狙えないのか。あっち狙えそうなんだけどな。狙っちゃダメなのか。イベントバトルかな。見て、またお宝よ。でもなんであのコウモリ狙ってんだ。が見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。お前はな。大丈夫なわけあるか。あ今のツッコミで気づかれた。邪魔だ。これはね、カットしていいやつ。攻撃スキルには同じエリア内の敵のみ使用できる近距離タイプと、別エリアの敵にも使用できる遠距離タイプがある。にもってことはこれ同じエリアで使ってもいいのか。トレインタフルプリ。そういうのもあんだ。ありそうな相手だ。オッケー。若干のチュートリアルはあったけど、え？何？なんだ？どこから現れやがった？これファストトラベル解放か？何邪魔したやつか？なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？聞いてたように見えたけどな。なんか解放かこれ。え、消えた。消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって言ってたぞ。なんか解放ってわけじゃないのか。後で助けてくれんのかな。攻撃のバッチか。パンチパンチ。あ、ここにもあった。攻撃のバッチか。一応誰かにつけとくか。オッケー。いちいちステータス画面確認してたけど、装備画面でステータス確認できたわ。あっちで装備すりゃよかったんだな。これ誰の？ゾロか。違う、こっち。一個か。おにぎり、竜巻、どっちがいいのかな、こういうのって。基本的に俺は敵を大きく巻き込める竜巻とかの、エリア攻撃の方がいい気がするんだよな。単体にやったら、なんだろう、効果が力の一発技って感じにできんのかな。塞がれてる。ないよね、落ちてないよね。全部回収できたと思ってるんだけど、あっちの方なんか光ってんな。あそこキューブあるんじゃね。行けたのかあっち。帰れないのかな。冒険を進めていくで、クルーの交代が必要な場所を見つけたら、十字の横で交代しよう。固有のアクションが変わってくるのかな。ゾロだったらキルとかなんじゃないこれ。違うのか。ウソップ？やってやるぜ。あ、ゾロなんだ。じゃあゾロで。一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってやがる。これも切れんのか。おお、あ、範囲で切やれやれ、ちょ、やれ、ちょ。ちょっと邪魔よ。こうやってゾロで冒険することもできんだな。あそこにキューブあるな。あれルフィで取れんのかな。よし。さっきもあれキャッチしてたもんな。あ、ルフィのかけらだ。こっち行っちゃいいのか。ああ、数も多い。
な、そんなに何かいるのか、こんなところに。見られてんのか。しかも相当な数に観察されてるってことでしょ。ルフィの能力上げとくか。はい。あれも遠距離で、ああ襲われる。お前ら遅れるんじゃねえぞ。バトル終了後の一言セリフって原作の名言だな。文句あるか。海賊王出たんだけど今。羽音が聞こえるんだよな。上の方にいんのか。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。あれ帰ってきたの。よし、変なのが出てきた。キューブ見っけ。ここから出ようぜ。ウソップのか。軽い牙。ん？これどこ？入り口がそっち？これ降りていいのか？痛そう。ああ、ここに帰ってきたのか。キューブ取り逃してねえよな、これ。ワンチャン取り逃しありそうなんだけど。あれ狙えない？ダメか。ワンチャンマジで取り逃しありそうなんだけどな。ちょっと行っていい？よっ、いじゃった。はっ、よっと。あれ、取れねえのかな？もう何度も来る場所なのか？あ、ウィーケンじゃん。あっちが渡れば。お。ちょっと待って、そういう、よっと。今の力を試すにはうってつけだな。バトル終了後のセリフってそのバトルの貢献度によって喋るキャラ変わんのかな。さっきからルフィとゾロで倒してるから文句あるか海賊王が出るんだけど、そういうことなのかな。いやー襲われてる。レディには指一本触れさせぬ。あ、これが隠されてたのか。そんだけかな。他にはない、うん、ここにもなんかあるけど、こんだけだもんな。なさそうかな。じゃあ帰っていいかな。キューブも取ったよね。あれ取っただっけ。あれ取ったっけ。取って、あれ取ったっけ。取ってなくね。見えてたキューブはどこだ。あれ取ったっけ。落ちてたキューブは取ったよな。なんか、あ、違う、なんかキューブっぽいもんがあったから取りに来たんじゃなかったっけ。あ、ロビンだ。あ、間違えた。違う、操作が。で、ウソップも取ったな。チョッパー取ってる。あ、全員一個ずつは最低取ってるな。まあいいや。どうせ後で来れるだろ。はい、帰ってきたと。おい、ルイ！てめえらが、ずっと見てやがってのは。あ、普通に動物たちか。バトルか。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない。やってみる価値はありそうだな。見た目は同じでも荒くれと名のついた敵が現れる場合がある。彼らは手強いのでタイプや弱点を意識して戦おう。攻撃スキルにはパワー、スピード、テクニックの他に火炎、凍結、雷といった能力の属性が付与されるものがある。敵によって属性の耐性が異なるため弱点を見極めて大ダメージを与えよう。弱点の場合にはこれ何、ウェイク。耐性を持っていた場合にはレジストと表示される。ウィークか。
左の敵アイコンやスキルリストでも確認できると。炎だったら3時使えるよな。じゃあ誰かクルー変えるか。3時使えるからロビンとウソップ変えてみるか。バトルモード切り替えって何？あ、オートバトルとかあんの？バトルモード切り替え画面ではクルー全員の行動を設定できる。マニュアルバトルはクルー一人一人に任意の行動を設定でき、オートはバトルが全て自動になる。あ、雑魚的では自動もありだな。オートバトルの、画面右上の AI 行動中が表示されている時に三角を押すことで解除できる。まあ、そのうち、オートは頼る可能性あるな。そうだな。せっかくだから、まずは、あ、違う、間違えた。ウソップで、火炎。これか。全員に出てんな。あれが最初の行動か。いけるか。そうだな。また間違えた。先に3時。あ、そっか。ディアブル、まだ覚えてねえのか。しょうがない。これでいいや。あらくれか、これ。どうしよっかな。遠距離で殴りに。いけんのか、これ。エリア移動になんだ。へぇ。ぶっ飛ばしてやる。ルフィので倒せって書いてあったな。バズーカ。敵を他のエリアに移動させることができる吹き飛ばし効果を持ったスキルも存在する。どのスキルが吹き飛ばし効果を持っているかスキルリストの説明文で確認できる。ただし一部の敵やボスには効かないので注意。重いとかそういうやつか。ゴムゴムのバズーカ。移動したんだけど、ルフィでって書いてあるんだけど、これどうしたらいい。別にいいのかな。ゾロで倒しちゃった。俺の方が強い。それだけ。力が戻ってきた。目指すは成長を実感できる。今なら納得の。あれだな、先に俺がルフィで、ルフィでじゃないや、ゾロで他のエリアのやつ全滅させたから発動しなかったのか。バズーカで吹っ飛ばして追加ダメージが。家に戻れ。